ガッドブラーガッドブラー本物ガッドブラー目指せ回転アクア検定もう来るのかそうなんです、OK、もうこの時間が来てしまいました、はい、このコーナーでは天宮さん演じるアクアに関する知識を試すアクア検定にチャレンジしていただきます。みんな考えようぜ。ぜひ皆さん無事回転までたどり着いていただきたいんですが、なんてことだ。ルールを簡単に説明させていただきます。切れてる、うん、福島さん、天宮さん、成美さんにはお一人ずつスケッチブック、こちらに答えを書いていただきます、はい、正解者がいれば次の問題に進むことができます。検定は5級から回転まで計6問用意がございます、うん、ゲストの3名の中で一番難しい検定をクリアされた方には運営よりですね、なんとこちらバレンタインチョコをプレゼントしていただけるようです。やったー。高そう。新チョコをご用意いただきました。絶対美味しいよ。3つぐらいしか入ってないやつだもんあれ。ぜひ視聴者の皆さんもコメントだったりチャットだったりでいっぱい考えながら打っていってください。そしてですね、検定のこちらの概要がありますんで一回見てみましょうか。こちらでございます。ダン。アクア検定とは水の女神として眺められる。アクア様、うん、数々のご加護を与えられるアクア様の知識と深い理解を習得し、その魅力や素晴らしさを多くの人々に伝えられる人材（教頭）を育成する検定です、はい、5級からじわじわと上がっていきまして、5級一般常識を持つ者、4級ある程度信仰心を持つ者、3級熱心にアクア様の教えを請う者、2級従順な教頭としての立場を主張できる者、そして1級アクア様への深い信仰心を持って啓蒙活動を行う者、そして回転が先頭に立ちアクア様の教えを民衆に広められているもすごいね、すごいかかり方してる。でも回転取りたいな。取りたいですね、取りたい。実際こちらかなりの難易度が出てくるという、はい、事前情報を僕は持ってるんですけど。マジか。そうなんだ、はい、気持ちとしてはやはり回転目指していきたいところだと思います。もちろんもちろん、うん、そうですね、自信のほどはいかがでしょうか。このスバ好きアクア好きをあの証明して見せたいと思いますよ、うん、ねえ、アクシズ京都の皆さんがきっとたくさん見ていると思うので、そう、ちゃんといいとこ見せたいですね。おお、さすがご神体としてしっかりと。ご神体だわ忘れそうになったけどご神体だわ私ご神体だわそして成美さんいかがでしょうか。いやー、やっぱりあの天宮さんの前ですのですごく頑張ってやりたいと思います。チョコをもらって何後輩ぶりってんだよ後輩ですもん。何後輩ぶり、俺の子顔忘れてるくせに何後輩ぶりってんだよ。忘れてないですよ。おかしいだろ、常に見ている顔ですよ俺ね、そう、はい、カンニングしようと思って皆さんのコメント見てたんだけどね、うん、なんかエラーが出てんだけど本当ですね。そう、画面の方がなんてことだ、不正はできません。不正はできませんね。こちらから確認すると結構皆さんが石鹸洗剤といっぱいコメント書いてくださっておりますので、まずはどのような問題が出るか例題からいきましょう。例題、はい、例題いきます。こちらです、はい、例題ドン。以下のうちアクアは何教の女神か選びなさい。やべ難しい。1エリス教、2アクシズ教、3単発教、4出すまで回す教。ではシンキングタイムスタートみたいな感じで、うん、一応例題ですが答えておきましょうか。あ、答えるんですね、はい、まあ、せっかくなので。あ、なるほどね。じゃあシンキングタイム中に皆さん、もうシンキングタイムなんていらないでしょうこれ、ね、おお、うん、答えを書いていただいて、まあ、例題なのでここはね間違ってしまっても大丈夫でございます。ダメだ、何も思いつかない、4択問題でボケるのは難しいことと思われますが、むずいなこれでは、皆様ペンね書き終えて置いておりますので見ていきましょう。フリップをせーのでオープンしてください。せーのドン。2と並んでおりますが、全員アクシズ教徒を答えてくださっております。では正解はこちら。はい、2番おめでとうございます。はい、まあ、これはね、これはねもうねやるしかない、ちゃんと、はい、ちゃんとやろう、ちゃんとやってください、うん、アクア検定ですから ね、そうだよ。今4択出ましたが、たまにですね4択でないもの、マジで、4択じゃないもの、音を聞いて判断するものがありますので、そのあたりご注意ください。4択じゃない、はい、とかマジか、取ってない。さあ皆様の緊張感が伝わってきておりますが、アクア検定進めてまいります、はい、では最初の問題、5級の問題からあれよさせていただきます、うん、問題こちら。以下のうち
アクアの必殺技を選びなさい。やべ難しいな。ダブルドレインタッチ、2私を壁に使ってくれ、3ゴッドブロー、4エクスプロージョン。では答え、考えてください。まあ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 、さっき使ったからな俺な。まあまあこの辺りは5球なので、まあ、まだ練習の域なんじゃないかなというところなんじゃないでしょうか。まあいつもながらだけど、うん、ガチでやりますよ僕は。さあお早い回答出揃いました。はい、では早いですがシンキングタイム終了とさせていただきます。皆様の回答せーのでフリップオープンしてください。せーのドン。コメント見てえな。ガッドブラー、ガッドブラー、あんまな、ガッドブラー、かわいい。ゴッドブロー出揃いました。皆様の貴重なゴッドブローいただいたところで正解はこちら、3番ゴッドブロー。よしよしよし、よし昇級、うん、5級皆さんね獲得でございます。はい、まあ、まだ皆さん結構ね全然、こちらではコメント確認できるんですけども大丈夫そうですね全然。ああそうなんですね。あそっちは繋がってんのか。なんで。では続きまして4級の問題に移らせていただきます。じわじわとじわじわと難易度上がっていきますので高確認。怖い。では4級の問題こちらです。はい、ね、以下のうちアクアのイラストを選びなさい。以下のうち、ああこっちにあったわ、アクアのイラストを選びなさい。1番なのか2番なのか3番なのか4番なのか、いずれかのうちにアクアのイラストが紛れ込んでおります。はいはいはい、では皆様、フリップに。すげえうまいこと切り取ったね。引っ掛けあるじゃんこれ。さあ4球でございます。難易度が上がっております。あ、もう全然でもみんな書いてますね。うん、早いですね。はい、俺が初めてドキッとしたやつだろこれ。そうかもしれませんね。では見ていきましょうか。では皆様のシンキングタイムまず一回終了しましょう。シンキングタイム終了でございます。うん、皆様フリップ一斉にオープンしてください。せーのドーン。ドーン、ドーン。水着のやつだよ。海のやつですね。うん、水着。おー、さあこちら全員4番とお書きいただきました。気になる正解4球見ていきましょう。正解はこちら。お見事。はい、かわいい。かわいい。正解でございます。かわいいんですよ、アクアはね。正解、アクアでした。うん、このイラストいいよね、ほんとね。かわいい。全部綺麗なイラストの中、ここはちょっと引っ掛けになるんじゃないかなっていうところを切り取って問題に戻って。うまいですね。うん、結構ドキドキするな。うまかった、びっくりした。うん、もう他の水っぽいのあったもんね。いや、水っぽいのありましたよね。うん、すごいですね。あの4アクアを探してくださいっていう問題にもかかわらず、結構視聴者の皆さんも1個ずつ当たりを出してました、コメントも。すごい、さすがですね。さすがやね。さあこの後の問題も期待値が高い。でも跳ね上がったね一瞬。いやちょっとそんな感じしましたよね。1個目とはちょっと違ったね。パッと見だとちょっとうんってなる感じだったり。そう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 。さあだんだん緊張感が高まってまいりましたが、次の問題は4択ではございません。3級の問題。え、4択じゃないの？4択じゃないの？ございません。もう見放されたじゃん。では問題を。そんな運に頼れないじゃん。まあ、大丈夫です。3級ぐらいなんで、きっと皆さんならお答えいただけるんじゃないかな。もしかすると誰が一番早くこれ脱落するかみたいな。やだよ、怖い。参ります。やだよ。3級の問題こちらです。アクシズ教の教えの内容について、括弧に入る適切な用語をお答えください。何時、うん、何かのことで悩むなら今を楽しく生きなさい。ふーと流されなさい。そして自分を抑えず本能の赴くままに進みなさい。この括弧に入る用語は果たして何でしょう。シンキングタイムスタート。合ってるっしょ。違うかな。さあもしかすると、私これ言ったかな。多分言ってるでしょ。え、私言ったっけこれ。さあ天宮さんからちょっと不穏な空気が感じ取られますが、チョコ欲しいんだが。大丈夫だよ。でも書けました。俺合ってるかな。さあではシンキングタイム以上とさせていただきます。え、大丈夫。これも一気に出すやつ。そうですね、じゃあ順に出していただきましょうか。これは福島さん、まず見せていただいてよろしいでしょうか。合ってると思う。楽な方。楽な方へと流されなさい。お、違う。じゃあいいですね、こちら。じゃあ次、なるみさん行ってみますか。はい、はい、なるみさん。私は楽な方。楽な方。はい、そして先ほどから不安そうな表情をしていましたが、天宮さん。はい、楽な方。よし、
アクアと一緒なら大丈夫じゃん。正解は出揃いました。安心感がぐっと増しましたが、果たして正解は何なのか。正解3回の問題こちらです。これ言ったかなっていうのはしっかりと、はい、皆さん伝わっておりました。大丈夫でございます、ね、うんうんうん。さてここまで3球、皆さん獲得してきましたが、手応えの方は大丈夫ですか。まだいけそうですか。よかった。あ、なんとかなんとか。でもなんか難しくは確かになってきてる。難しくなってますよね。なんかすごくいい具合に難しくなってきてる。絶妙。これで半分だよね。そうですね、3球なんて。まだ半分なんだ。残り2球、1球、回転の問題が。いや回転まで遠いな。はい、そろそろやばいよね。ちょっとドキドキしてきましたね。リスニングがあるんですもんね。だってそうなんです。リスニングってなんだよ。リスニングってなんだよ。聞いていただいて答える問題が、はい、なんならいよいよ次の問題がその聞いて当てる問題、はい、次がそうなのになってまいりますが、いきましょうかね。はい、ではお待たせしました。2球の問題チャレンジしていただきましょう。では問題こちらです。以下のうちメインストーリー一部一章一話にてアクアが発したセリフを選びなさい。ではこちらなんですが、セリフは雨宮さんリスニング問題になりますので読み上げてください。私が読むの。私回答しかない。そういうリスニング。そうなんです。そういうパターンです。読む。あ、じゃあ読みますね。では1番からよろしくお願いします。はい。まあまあ、親方にもらった肉まんでも食べて元気出しなさいよ。あ、いつものやつだね。カズマカズマ、頼まれてた紙束持ってきたわよ。なんかちょっとイラッとするね。ねえあなたたち、カズマが調子に乗るからあまりおだてないでちょうだい。おい聞こえてるぞ。女神アクア様にとってこの程度の作業どうってことないわ。それいつ言ったやつだろう。これいりました私。あ、もうすごくいります。一番いります。これリスニングとかじゃないですよね。しっかり聞きましたね。しっかりしっかりアクアだったね。うん、でなんだっけ問題何。問題は一部一章、一部一章、一話に最初のセリフ。現在今、言っていただいている中に一章っていうことは。さあシンキングタイムもスタートしておりますので、1番から4番の中でお答えください。一章、最初のセリフってこと。一章の一話って何してた。一話にて出たセリフでございます。難しくない。最初です。最初のセリフです。ほどてないでちょうだいの。2球。途中じゃん。かなり難易度上がるかもしれない。ということは、ということは1か4だよ。うん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 。なんだけど、肉まんなんて俺言われた。あれ、いつの間にかチームでの回答になってませんか。ふと今、相談してる感じが。まあいいか。2って途中じゃん、どう考えても。うん、そうですよね。3も途中じゃん。正直に言うと視聴者の皆様のコメントチャットでも割れてます。これってあの3人ともが間違えなければ次の問題に行けるんですよね。あ、手の声聞きました。今間違っても次行けます。はい、あ、間違っても次が行ける。あ、じゃあ結局この上の問題を取れればチョコレートチャンスあるってことで、うん、ございます。あ、なるほど。もしこの2球間違ってしまっても、なんなら回転をクリアすることができれば、もう階級的には回転になりますので。あ、そうなんだ。なんでまだミスをしてしまっても案ずることなかれです。大丈夫です。なるほど。どれもリアリティあったよね。でもね、セリフはね。いや正直ソラちゃんはね、全然どれが最初か分かんない。どれも、うん、だいぶ皆様もコメント割れてます。さあお時間が来てしまいました。いいツイッター来てますね。入試よりむずいぞこれって。ありがとうございます。結構ガチ検定ですよね。元気出しの元気ないところから始まったわ。では皆様、肉まんって何。肉まん、フリップせいろでオープンしていただきましょう。アクア検定2級、皆様の回答はこちらです。せーの、ドン。お、あれ、あれ、あれ、ここに来て回答が割れました。福島さんと、嘘、マジで1なの。わかんない。そして、天宮さんが1番。さあ、マジか。ここに来てもしかすると誰かが間違ってしまう可能性が出てきましたが、では行きましょう。2級の問題、正解はこれです。どれ。4番でございます。ありがとうございます。これはなかなかの難易度に挑戦しております。バイトしてたんだよね。そっかそっかそっか、はい、かなり早いです。いや、これ難しいよ。これむずいわ。だって
本人がむずいんだもん。消去法でしたね。本当本当私言ってるってことだもんね。これ。もういろんなセリフの中での、まあ、こちらのピックアップになりますので、かなり難しい内容でしたが、残念ながらまだ2級ですから、まだ上があります。え、まだあるのか。でもここから先正解すれば今のチャラですもんね。そうですね、うん、はい。あ、そういうことか。そうか、上の問題正解すればランクが高いんだもんね。高くなります、うんうん、大丈夫です。あれ、それって一番最後の問題だけ正解すればいいってやつ。さあ、やっていきましょう。いろんな問題出てまいりますので、皆さんどんどん楽しい時間を過ごしていきましょう。では続いては1級の問題を出させていただきます。1級の問題はこちら。以下のうちアクアのイラストを選んでください。ちょっと待てよ。アクアのイラストを選んでください。さ、かなり部分的に切り取られたイラストですが、シンキングタイムスタート。 何かわかんないんだけど、これは正直かなりの難易度。全然わからない。3とか、これ 何かわかんない。これは悪意のある。あ、なるほど、そういうことか。え、そういうことじゃないの。さあ、どういうことなんでしょうか。こんなもん当てずぼったのかな。福島さんの中でのそういうことはどういうことなのか。もう分かんない。避けた、俺は。ちょっと連想していいですか。どうぞ。こうあって、こうだったはずやから。何が始まってるの。何を連想してんの。これ、こっちじゃないかな。はい。わかんない。さあ、皆様一応書き終えましたので、シンキングタイム以上で終了とさせていただきます。ではせーので、こちらも。あ、これもせーのなの。言いましょうかね。やべえ、はい、せーのでフリップオープンしていただきます。せーの、ドン、ダーン。おほー。またしても同じ割れ方をしてしまいましたが。これね、4番正月のアクアじゃねえ。私もそう思います。では正解見てみましょうか。もしかするとね、かな、先ほど流れになるかもしれませんが、色味がね、正月のアクアな気がするんだよ。では正解発表です。正解はこちら。サンタさん、ホットスマッシュアクア、正月そのとおり。ありがとうございます。お見事一球。大丈夫、まだ回転がある、また回転があるよ。そうですよね。だからやっぱドラマがなくちゃ。最後の問題見るとクリアすれば大丈夫です。そしてコメント欄では、ね、ダメ神というコメントがたくさん今。あ、そっかそっか、ダメ神じゃないもん。回転これからだもん、ま、これからだもん。まだチャンスございます。次の問題に正解すれば全員回転のランクになりますので安心してください。やべえ、俺ら頑張ってるね。やっぱすごいっすよ。頑張ってる、真面目に頑張ってますよ。では最後の問題参ります。最後はいよいよ回転の問題になります。あるシチュエーションでのアクアのセリフが流れますので、しっかりと聞いてください。では問題は、あ、ヒアリング、こちら。流れる音声を聞いて、どのシチュエーションでの花鳥風月か書きを穴埋めしなさい。長いな、これ。はぁ、それでは実際に音声聞いていただきましょう。音声こちら。というわけで、勝利の花鳥風月。さあ、今のはどのシチュエーションでのセリフだったのか。はい、もう一回聞いておきますか。はい、でもう一度音声お願いいたします。というわけで、勝利の花鳥風月。そんな、さあ、どの勝利なんでしょうね。 このセリフもう100回以上言ってますよ、もう。回転でございます。一番難しい問題では。難しい。皆様、いやいやいや、もうちょっと1個前のセリフから。無理でしょ絶対、うん、ヒントが今出ました。もう一個前のセリフから、じゃあ今のセリフに続く流れ、一連を聞いてみましょう。お願いいたします。まあ、これにて一件落着ってとこね。私疲れちゃったわ。帰ったらシュワシュワで乾杯しましょう。というわけで、勝利の花鳥風月。いつも言ってるセリフじゃねえかよ。いつも言ってるやつ。さあ、一件落着前、気になるワードはいくつか出てまいりましたが、ではもうこれはある意味もう真剣に答えに行くのか、ボケに走るのか、そのあたりはあるバランスでお任せさせていただきます。じゃあシンキングタイムスタート。さあ、勝利、ほぼほぼいつものなんじゃないかというコメントも来ておりますが、おお、疲れちゃったわ。おお、なるほど。あ、すごいですね皆さん。いや、ちょっと白獅子京都たち、白獅子京都たち。
天宮さん、ご自身の近くにあるモニターからだいぶ離れた方向に話しかけてますけども、アクシス京都たち、え、アクシス京都たち、ならないと思った。アクアがだいぶ、はい、丸はですね、文字数ぴったりとなっております。え、文字数ぴったり、文字数ぴったり、え、さあ、回転問題です。正直答えられる方がすごい。シンキングタイムの BGM も2周目に入りました。もう一回、もう一回、しっかり考えていただきます。もう一回、もう一回、白日京都たち、あ、でもいいですね、結構、YouTube のコメント今見せていただいてますが、かなり、かなりすごい皆さんやっぱり、しっかり愛されてるんだなっていうのが伝わってくる。OK、1、2、3、あれ、ちょ、なかなかシュールな映像が流れておりますが、現在一番難しい回転ランク、1、2、3、4、控えていただきます。俺目が悪いんだって。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、はい、さあ、福島さんは書き終えた。頑張って。そしてあとはなるみさん、さあ、果たしてこれは順に発表していただきましょうかね。え、なんか割れてね、はい、うん、それでは、はい、お時間とさせていただきます。新規タイム終了。福島さんから順に横に流れていきましょうかね、はい、11文字、はい、バーン、アクアが勘違いしたやつだろ、はい、デストロイヤーを倒したと思ったアクアが喜んだ時のやつじゃない？おお、デストロイヤーを倒したと思った、確かにこう一件落着というところとかもね、大きな騒動が片付いた部分なんじゃないかという、ありましたけれども、違うかな、はい、素晴らしい、これは、推察でございます。じゃあ続きまして天宮さん。でもこれ、そっか、はい、トールハンマーを倒したと思ったアクア、あー、あー、それも11文字になるんだ、うん、なるほど、倒したというところがやっぱ1個ミソかもしれませんね。そうですね、倒した、さあ、綺麗な割れ方をしていると今コメントも流れてきておりますが、続きましてなるみさん。はい、はい、ダニエルをカズマが倒した。おお、それぞれ割れてますね。デストロイヤー、トールハマー、ダニエルと。でも最後ってあれ、ダニエルとチャーリーが合体してなかったっけ？してましたね。おお、だからダニエルだけっておかしいなと思って。あ、確かに、なんで俺ね、やめたんだけど、ダニエル、え、意外とみんな文字数ぴったりいっちゃうんすね。この中に正解はあるのでしょうか。では正解見ていきましょう。回転の、こちら正解はこんな内容です。ドン、殺し場、クソクソ、違う、ウケるんですけど、あんな部屋まで用意したのに振られてショック受けちゃって、ちょこーウケるんですけど、これにて一件落着ってとこね。トールハンマー、私疲れちゃったわ。帰ったらシワシワで乾杯しましょう。というわけで勝利の花鳥風月。そうだよ、俺ストーリーだよな、これ。はい、ダニエル邸にて勝利したと思ったアクアが花鳥風月をした場面、こちらなるみさん正解ということで、うわー、なる、そうなるのか。おー、やった、こういう形になりますね。はい、嬉しい、はぁ、あ、福島さんが固まってしまいました。うわぁ、ジュルさん、いろいろと試行錯誤。でもカズマが倒したの、これ。これそうなのかな、わかんない、どうなんだろう。まあ、内容的にはですね、非常に難しい内容なので、まあ、この表現も含めた上で回転ランクという、そうかそうか、はい、でもやっております。トールハンマーも正解じゃないの、これ。なんなら、この問題に関しては正解させる気がなかったんじゃないか説の方が、なるほど、高いですので、ではこの段階で改めまして全ての問題が終了いたしました。皆様お付き合いありがとうございます。見事ですね、この一番、回答して、クリアされた方、なるみさん、あ、はい、全問正解おめでとうございます。すげえなやったー、いいところ。今のお気持ちいかがでしょうか、奈美さん。嬉しいです。天宮さんどうでしたか。いやちょっと恐れ入りました。あ、本当ですか、やったなので、これからは、はい、ぜひアクシズ教を広く広めていってください。はい、はい、
ご神体様から直よろしく頼むよ拝殿ですからちょっとですね一旦確認してみましょうか。改めて今回のアクア検定このような 内容でした。お願いします。ドン。はい、もう現在ねもう直にお願いされましたがアクア様から知識と深い理解を習得しその魅力を素晴らしさを多くの方々に伝えてもらうというそんな人材確保京都を育成する検定なので見事にですね5級から上の方に上がっていきまして開殿まで、はい、こちらクリアされました。なるみさん、はいはい、こちら皆さんにいろいろとこちらアクシズ教の良さを進めていただきつつこちらの、はい、チョコレートをですね美味しく召し上がってください。おめでとうございます。ありがとうございます。やったよくやった。パク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 さあといったところでかなりの難易度の中ではございましたが福島さんやってみていかがでしたか。いや面白いですねやっぱりねこういうクイズはね。うん悔しいの。いいとこまで行ってましたけどもね。ねいいとこまで行ったんですけどね、うん、そして天宮さん、はい、やってみていかがでしたか。そうですねちょっともっともっとアクアのことを知りたいなと思いましたね、はい、ちょっとでもまだねちょっと信仰心が多分足りなかったんですよアクシズ教のね。だからちょっともうちょっと皆さん信仰心をね高めて私に力をください。よろしくお願いします。こういうクイズって多分本人が一番難しいよね。全部記憶にあるからさそうですねもう何十時間とね何回も言ったよこれとかってやっぱ思っちゃうしね。そう、ね、カズマの時そう思ったもん。いやでも勉強になりましたわ、はい、楽しかったです。そうアクシズ教の方々が皆さんごめんなさいすみませんといっぱいコメントチャットの方で謝罪が始まっておりますね今。どうしたどうした、ね、もっともっと信仰心をね高めていきますよ。いいのいいの次頑張ればねいいのよ。はい、いやこれ難しかったでしょみんな当たってたの、いやかなり難易度は高い方です、ね、これは、はい、そんな中でもね素晴らしい戦い見せていただきました。皆様お疲れ様でした。ありがとうございます。秘蔵の高級シュワシュワ一緒に飲んじゃいましょう。カズマさん助けに来るのが遅いわよ。本当に大変だったんだから。名前や外見のイメージで私が何を司る女神かわかるでしょ。アークプリエストである私がいるんだもの。回復は任せなさい。